はい、の皆さん、妻です。それでは今回も引き続き戦国立志伝やっていきましょうというこっちゃで、果たしてこいつらがどうなるのかっていう話ですよね。いや、楽しみだな。おいおい、おかしい。あ、でも目標武田城だ。ほんと、いい、攻め込めよお前ら。そこはなんだよそこは喧嘩してくれよって話だよね。おかしいでしょ、あいつが。なんでそんなことされなきゃいけないの。陣を頑固に返しょ。来ましたね、水準校。まあ参っても問題はないでしょう。この状態だもんね、根潮流で。根潮流する必要もない。もう三日月で一気に言わせてやるっていうとはね。さて、スルブ打ちですね。スルブ打ちすごく使いやすいね。退却せよ。ないですね。ハサミ打ちしてやる。問題ない。さあ、根潮流ともう地獄はじゃあもういいっすね。捕らえたか。すぐ重吉が討ち死にって書いてあるけど何があった。戻るぞでしょ。こいつら諦めなかったの、チキショウ。諦めんなよそこで。もう頼むわ本当に。どちらかでもいいから喧嘩してくれ。敵が我が領内に向かっております。また1万の兵でもって竹部山町に行きましょうか。でも待てよ、2万の兵がいいんだ。ここ弓以上の兵で耐えることができれば2万の兵でもって圧殺することができない。これね、1万を2部隊で出して圧殺しようか、敵を。武田城をお命令ください。先月の収支です、報告いたします。っていうのはいかがでしょうか。回収はもうここガッツリガッツリしたよね。ここの回収はすごく大事な気がするよ。二層転身しましょう。ねえ、だってここ最前線も最前線だもんね。ご用を受けたまわります。茶道持って安いのくれダメ。敏腕別所さんにしましょう。ここの怪獣をどうしても忘れるな。密談はいかがでしょうか。やっぱ上がりが遅いよな。だからね、期待できないね。政策もどうなんだろうね。政策を取り行います。中央集権、これなんだろう、ね、あんま強くないこれね。秋の全ての武将の通信これはちょっとまずい。四皇六民効果が給料温度、密談の効果が上昇する方法、創造の武将の忠誠が低下。どうなんだろうな、すごくいいように見えるんだけど僕には。武役強化もいらん。はいはい、皆に伝えておきます。どの程度忠誠に影響があるのかわからんけど、対して忠誠に影響はないね。大丈夫ね。さて、
そんな、これは大丈夫だ、これきっとね。本当にダメだったら援軍を呼ぼう。援軍呼べないのか今。待機せよ。ほうほうほう、この程度の兵力ならいけないか。出陣しよう。で、圧殺しに行こう。出陣するぞ。いや待てよ、ここはやっぱり久しぶりに西軍隊で行きますか。ちょちょ、おかしいおかしい。義継左近、義継左近三成の西軍隊でしょ、これでしょ。大将義継がやるな、大将やっぱ左近だな。よいしょ。なんかでも能力落ちてねえか。あ、能力落ちたよね。ね、知略落ちたよね。これでいいか。じゃあお見せしましょう。所詮大将の器はなかったということですね。神戸鹿之助宗麟か。鳩の左のかく乱、お、七本槍。脇坂安住七本槍はどうなんだろうね。どんな能力なんだろうね。ちょっと楽しいな。では行きましょうか。モグラ染めと正論を持って、これでどう。ご命令を、先月の終始です。こいつらはで今退却したいから、ここは追い打ちに追い打つべきだと思うんだよね。僕お任せください。さらなりとお申し付けよ。回収は歌舞伎門を討伐しましょう。ちょ待ってよ、規模を上げよう。はいはい、あ、なるほど、これ要所によって規模あれ変わるんだ。へえ、いいですね。これでどうなるかな。織田がなんでこうしてくれないのかすごく気になるんだけどな。援護を頼む勢力ございません。そうですか。僕にあるように見えるんですけどね。我が策、お見せしましょう。ツンツンとつついてるな、これね。嫌でしょうね、これね。しんがりの。あなた方はもう終わりですね。我が策で勝利をつかみます。いいね、自ら戦をするまでもなく頑張ってくれてるね。これは兵を返しましょう。いっぱいいるよ。細川京都行部磯野、磯野義政って、義政いいんだよね。回収ができますよと。今これを5段階にしてるとこだよね。磯尾天守訪問にしましょう、はい、で、よくしな。茶道具来ねえな、安い茶道具。これですね。で、これね、ここが70超えたから援軍としては来なくなったね。行きますか。銀地を打ち合う。強いね、兵がだいぶ減ってきてんな。我らの勝ちだ。でも気合だよね。行状を始めましょう。報告いたします。報告いたします。蹴散らしまくってるこの辺の兵を。ただでも次から次に兵が出てくんな。もう織田こうしてくれっていうの本当に思うけど、なんでそんなに堅くなに来てくんないんだろう。なんか密談でもしてんのか、織田と毛利で。ここの兵力を減らしてね、従属切るんでそしたら攻めましょうよみたいな。やめてくれよ。それはダメだよ。
下がってんな。ちょ待って、中性4ってお前すごい中性の下がり方してない？もしかして。まあいいか、よくはねえけど、まあいいか。この2人は問題ないでしょ。我が策で勝利をつかみます。あなた方はもう終わりですね。いやー、こうなってくると厳しいね。帰ろう。戻ります。嵐に荒らして帰る。ハリウエンゴ返さしましたね。表情を始めましょう。先月ずいぶん兵減ったな、こうやって見ると。よう、ね、ずいぶん兵が減ったね。相手の兵もボコボコに減ったような気がするけど、でもここ5000いんのか。この5000が鍵を握りつな。いや、苦しいでござるね、すごく苦しいでござる。これは強行された時だからね。同盟にしよう。でね、待てよ、デマルはデマルじゃなくてヤグラにしようか。まだ極端な。ここがもうちょっと頑張ってほしいな感はあるよね。でも確かに、よし、こんなもんすか。与えるとどうなるの。与えたら命令が下せなくなるのはきついよな。下せなくなるのかな、本当に。下せるのかな、やっぱり。我が領内に敵が迫っております。なかなか敵も去るものですね。お願いします。いや、でも兵隊を盛大に使っちゃったな。しかし出るぞ、必ずや勝つ。我が領内に敵が迫っております。弓木城攻めが、祭りが開かれてますね今ね。待って、何だ、何があった。そんなことってある？嘘？いや、困惑だよ。こっちも困惑だよ。戦にならないね、当然ね。あ、そんなことってある？そぼいけになりました。お命令ください。先月の収支です。報告いたします。同盟5ヶ月か。同盟5ヶ月。姫路城を取れってこと？もしかして。でも姫路城取ったところでっていう話だよね。姫路城取ってもお前ってない？これ取るのは無茶だよ。鳥取城だけど、鳥取城取るのきついだろう。いや、これには意表をつかれたな。ね、これには意表をつかれたね。いや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 ってなるよね、それはね。いや、びっくりした。今のうちにでも、そしたら体勢整えとこう。いや、でも最低のタイミングのような気がするよ、僕は。もうちょっと兵が欲しいな。
そう。狙い撃ちは浮田の鳥取城ってことか。援軍出さないからね。力押しで。表情を始めましょう。先月の終始。鳥取城完全に孤立しちゃって、姫路城に対して援軍が出せないのか。浮田の城取ったところで話だよな。すごく厳しいよね、にしても。鉄砲銃が。ここをもっともっともっと鍛えて、ここだけで1万の兵を養えるぐらいにはならないとダメだよね、確実に。じゃないと。そうそう、安いちゃっけねえな。黒と長政。お父ちゃん、お父ちゃん行ってくるか。ふーむ。しかしまあ兵減ったね。2万いたのに1万まで減ったもんね。領民に恨まれるよ、こんなことしてたら。これもここの姫路城もダメだけどね。織田のものになりましたね。ご命令ください。黒の長政に対するあれが終わりましたね、今ね。いなくなったんだ、そこにね。花房さん、これでも鳥取城落とすの骨だぞ、これきっと。来るわ。ここもな、兵糧庫作っとこう。何しろここは兵よ、兵。兵力の中心にならないといけないな、ここは。なかなか被害を受けにくいんだからさ。いやー、でも本当に困惑も困惑ですよ。続きなさい。剣豪とか発生したの。そうか、長政とかいたね。そういやね。先月の終始です。報告いたします。はい、回収。石垣にしましょう。いいね。織田、でも織田これ毛利と同盟切れたらどうなるんだろうな。そこが楽しみなんだけど。こういうさ、こういう飛び地なってるじゃない今。死ぬ箱を何持ってなかったのお前、逆に。七難八苦を生まれた時から七難八苦だろうよ、おめえは。そうなんだ。あんた七難八苦持ってなかったんだ。これ大事だよね。 常備兵が1割増えるって書いてあったけど、ここまだ余地があるのか。こういう余地ね。はいはいはい。でしょ。ご用を受けたまわります。茶道買っちゃうか。ありがとうございました。ここが気になるような。鳥取城が果たしてどうなるかだよね。あらす、強行してるね。でも同盟が切れた時は本当にどうなるんだろう。ご覧に入れよう。出陣するぞ。はい。まだ暴れ足りないんだがね。そうですか。表情を始めましょう。先月の終始です。回収回収また回収。
標高じゃなくて石垣か、石垣は最高か。グロワオさんの方にしましょう。わずかながら余地があるっていう。そういうことだね。ちょっとなんとかならないですかね。あなたたちの、あなたたちの、いいじゃない。与えてやろう。し。ほら、こうなるよね、当然ね。毛利と同盟切れたよね。これでどうなるかだよ。はい。ほら、毛利と同盟切れたでしょ？これで飛び地飛び地になって、当然、織田と毛利が始まるよね。追っ始まるよね。表情を始めましょう。さあ、面白くなってきましたよ、これ。ねえ。織田と毛利が追っ始まったから、ねえ、もうこれだって断絶状態でしょ？これ当然。で、長宗我部がそこに1枚噛んでるわけだね。これ天神山城とかさ、1万3000の部屋に、ね、高虎。姫路城もあるしさ。だこれが、このルートが封じられて、援軍が全然来れないんで、今、黒井城、八神城と、この経由で来なくちゃいけないんだね。って考えるとだよ。後期到来？おいつも後期到来してんなっていうツッコミはなしでお願いします。出陣するぞ。よいしょ。で、我が戦見せしましょう。で、どうすか。で、3層天守、4層天守、石垣が必要ですよ。石垣あるけど、用地にあれがねえのか、余裕がないのか。これ規模がもうこれが前回限界なんだよね。って考えるともうこれがマックスなのか。3の丸になって。逆にここはもうちょっといけるんじゃないのっていう話だね。ここの兵力をもっと伸ばしたいなっていうのは、ここの完全にしちゃいたいなっていうのもっとあるよね。もうこうなんか気持ち悪いもんね。ちょっとだけこういう風になってんの。で、御用を受けたまわります。こういうのバンバン買った方がいいんだろうか。でしょ。で、付箋の約定をしたとして、おさ船、おさ船強いね。こうやって見るとね。ここはどうですか。この人上司だったの。長船はなんか、この人もなんか全然大したことなさそうで、知略政治がすごく優秀ね。もうできるのやっとこうか。これは毛利やっぱきついんだよね。花房。削っとこう。これでもあそこの城がなかったら後藤勝本も上司じゃなくなってくるんじゃないの。もうね、あそこの城がなくなっちゃうなら。だって、ここだけなんじゃない？城。そうだね、大名ここにいるもんね。ってなると、後藤和夫と、城主じゃなくなってるから、今は落とし時なんじゃないの？だよね。さて、でだよ。でだよ。八神城から来そうな気するなぁ。織田頑張ってくれよ。出陣する。我が戦来ましたね。見せしましょう。これは問題ないでしょ。織田がこれ今毛利と攻め合ってる調査だから、これはすげえ来たな。逃げたければ逃げなさい。すげえ量が来たな。これダメだ。ちょっと尋常一様ならずの量来た。入ります。ね、すごい量来たよね。始めましょう。先月の収支です。いっぱいいる。あ、三成じゃん。三成がここに現れるのか、なんか珍しいな気がするね。新鮮。
ああ、遠乗りでございますか。そう。さて。回収は、ロールが足りない。まだ終わってないんだね。修復はどうよ。ここはマックスにしとこうぜって話だよね。ここやっていきましょう。で、やってるね。まあ、こんなところですかね。いや、でも、本当に織田と毛利が追っ始まったのは、すごくありがたいですね。しかも、織田もさすがだね。こんなところにちゃんと足は気づいてるもんね。超速攻も利用して。これ、ちょっと織田に対して恩を売ってることになってんな、今。敵が我が領内に向かっております。弓木城攻めとな。ならば要請をしましょう。でしょ？じゃあこれさ、ところで、外交交渉はどうなってんの？出陣するぞ。でしょ？まあこれでいいよね。すげえいっぱい来てんな。あね、工場ついに領内に向かっております。弓木城攻めがすごいことになってますね。これはこのまんまで大丈夫なんじゃないか。援軍が来るでしょ。援軍はボコボコに来たんだね。報告いたす。先月の収支です。いいね。でこれはもうこのまんまでいいでしょう。この6000の兵も弓木城攻めだよきっとね。ここも今更回収してどうなるっていう話ではあるような気もするけれど、石垣にしよう。で、これ外交交渉できないの？これ、あの織田と。ね、織田と外交交渉むしろしたいんですけど、そこはさせてくんないの？常に100にしたいんだけど。労力4余って、これでも今白攻め食らってっから、でも投資してんな。それは別に大丈夫なんだ。なんかでもこれ金が多いような気がするんだよな。まあいいか。でしょ。鉄産か。港町、まあまあまあ。兵力的なものが欲しいな。でいいか。これでいいね。でだよ。勘弁。でこれがどう、これがもう当然弓木城だけど、これを全部蹴散らしたら随分余裕ができるよね、武田城攻めに対して。よし頑張ろう。がぜん勇気湧いてきた。よし。しかも織田の援軍がもう一部隊来てる。ありがたいことに。この配置やめなさい。せーろやめや。352か。完了した。行きます。参るぞ。こっち守ってくれるんだったらば、こっちに移動しよう。やられないように。これはもう大丈夫と信じるよ。来ましたね、高橋翔も来ましたね。ですね、これで OK だね。ここが勝負どころよ。しよしよしよし。明石前頭の兵がダーって言ったのは何だったんでしょう。逃げたければ逃げなさい。ですね。
今更陣を変えたところでって話ですね。いいですね。これでまあこの部隊は福原部隊は壊滅と。ここは引きます。で高橋将がどうするか。どうしようせんぞ。どこ行くの？まあいいや。敵が城内に侵入しました。かかれ。来ましたね。僕とご覧あれ。これで決めるぞ。離間。我が道を開けよ。ちょまずいぞまずいぞ。お任せください。みんな覚悟を決めよう。おお押して撃って出たぞ。撃ってるだろこの男。これで決めるぞ。ですね。黒田武士、森田兵。かっこいいね。そんなのあるんだね。へえ。はいお願いします。でしょ？お願いします。お願いします。で。で、こうなってるでしょ、今ね。はい。なんか、すごい実写みたいな顔してますけど、ほんと。ね。誰かに似てんな、おめえ。で、後期でしょ。今こそ後期でしょ。そんなんじゃないね。鹿之助が出ざるを得ないでしょ、これ。で、こうつか？こうですか。でしょ。でもここは問題ないね。もうねほっといていいね。さあ行くぞ。ようやく武田城を取る時が来たか。ですね。長かったね。すごく長かったここまで。三つ団どうすか。吉岡定勝取れるの全部取っちゃった方がいいね。これはついにでも時が来た感じはあるよね。織田がこうしてくれたのがありがたい。ありがたい。これはもう即時撃滅よ。お前もよし。ついに時が来た。あ、豊作でやったやった。表情を始めましょう。いやー、他に来てねえか援軍は。この姫路城の存在がめちゃでかいね。また織田がなんか知らんけどいきなりこうしたっつうのが何よりもありがたいわ。今日これは武田城は落ちますよ。ついに落ちますよ。よかったほっとした。なやっとここまでっていう話だよね。ほんと長かったわ。何だったのっていうぐらい長かったね。本当はもう4回前か3回前ぐらいに落としてるはずだったんですけどね、武田城。おかしいな。戸川秀康強いじゃない。浮きたから。浮きたからもう根こそぎ持っていこうっていう、この。ご用を受けたまわります。金が意外となくなってきたね。よし、進みましょう。武田城、落としましょう。あ、下った。やった。ついに。ついに落ちた。はあ、ありがてえ。心が折れちゃったのね。あ、いいの？下ったじゃんね。
政治86か。お前はちょっと、あった。お前逃してるよ。さら。我が策を味わっていただきます。かっこいい。出るとするか。何をしてんだ、お前は。武田城狙い。はいはい。構わんすけど。構わんすけど、その城もらえますよ。1万1000で十分でしょう。それとも2万でもって激務音速で殺すか。出陣する。ご命令ください。先月の終始です。待てよ待てよ。矢上城落としますね。やっぱいきなり毛利と追っ始まりましたね。これ判断間違えたぞ。これね、分かりましたよ。黒井城攻めですよ。黒井城攻め間違いなく。さてここに誰を置くかって話ですね。なんかもうちょい強いのはいないか。スカーフジとか別所か。別所移動させようか。磯野がいいんじゃんね。磯野吉正が。で、頭が良さげなのを、鳩の秀ある。で、政治が良さげな、この辺を移動させときゃ、よかでしゃろいということで、どうでしょう。はい、でしょ。これは黒い城攻めですよ、間違いなく。これも回収してもしなくてもいいんじゃないか。まあ、いや第7規模までいっちゃいましょう。でしょ。兵糧めっちゃ大事。ただ向田がいきなり戦いに来たのは何なんでしょうね。はい、極端なの、ね、でしょ。これで OK だね。で、あのですか。おさふで。でだよ、ここは多分これで守れるでしょう。出陣するぞ。こうで守れるでしょう。いやこれね、黒石を取られる前に取りたいんだよね。だから一度戻って我が領内に敵が迫っております。そんなのはどうでもいいんだよ。これだけの兵を持って黒い城に押し寄せましょう。でいいと思うんだよな。八神城が今こういう状態だからね、黒い城は落とさなきゃ嘘だよ。これもったいないよね。待機せよ。出陣する。はい、いなくなりましたね。戻るぞ。加勢しよう。表情を始めましょう、ね、報告いたします。報告いたします。ちょっともう一つ黒い城いっちゃいましょうか。これ東側の皇庫の憂いは一切ないわけだからね。でこれでも織田をさ、ここを塞いじゃうとさ、あの従属関係切れそうな気がするんだよね。だからこれこっち側落としたいけどな。一つ、城一つぐらいもらっとく。あと大変になりそうだな。鳥取城狙いだね、きっとね。やるべきは。ここもひどいな、しかし。かつての居城ながら。余計こんなところでやってましたよね。本当に。ここはもういいか。
手だよ。引き抜き花房。すまんなすまんな浮田。浮田はこんなもんか。うん、なんか見たことあるな、お前な。浮田とはいい。よしよし、まあこんなとこですかね。さあじゃあ今回は時間が時間なのでこれまでとさせていただきます。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。また次回。